ライブを見て、凄まじいドラムで衝撃だったんですけど、ドラムのこだわりについて教えてください。やっぱ、一つは、まあ、私もそんなに体型的にめちゃくちゃ体が大きいわけではないんですけど、まあ自分の体で出せる限り、やっぱフィジカルで表現するのはドラムだと思うので、まあ自分の体で出せる限り、一番、まあ大きい音なのか、かっこいい音なのかわかんないですけど、まあそういう自分のパワーを全部出し切れるようなドラムをしたいなというふうには思っていて、まあなので特にやっぱ自分の中でこだわってるのは、スネアの音を、どれだけいかつい音が出せるかとか、まあ、あとは、そんなに出番が多いわけじゃないですけど、他の太鼓も、できるだけこう、全体を響かせるみたいな、叩き方ができるようにっていうところはすごくこだわっていて、まあ、なので、フレーズだけじゃなくて、その、音の作りというか、まあ、どういう音を出すかっていうところを、まあ、やっぱ、体で表現する楽器なだけに余計にこだわってるっていうところはあるかなと思います。なので、まあ、自分の日々のプレイの中で、まあそういうことがこうちゃんと出せるように、まあ日々練習からなのか、まあ普段の生活からなのかもいろいろあると思いますけど、まあ体もちゃんといつでもちゃんと動かせるようにとかっていうところは結構気にしてるところではあるかなというふうに思ってます。完全に独学なんですか？ドラムはほぼ完全に独学ですね。なのでまあ昔は結構分析的な感じだったかもしれないんですけど、どういう叩き方をしたらこういう音が出るっていうのを確認して、まあ自分のフルパワー出せる、で出した上で一番いい音が鳴るっていうのはこういう叩き方だなっていうのを結構研究したことは、まあすごいもうだいぶ昔の話ですけどあって、まあそれを今でもちょっとずつ、まあちょっと変わってきたかなと思ったら、こう体の状態に合わせてブラッシュアップしたりとかっていうことはやってるかなと思います。